メジャーの選手の代理人を務める関係者は、NPB のシーズンでの登板もきっちりチェックしています。戸郷、高橋宏、伊藤、大勢とメジャーでも十分に通用する。彼らに共通するのは直球が力強く、変化球の精度が高いこと。佐々木朗希、山本由伸だけでなく侍ジャパンの投手陣は今回の国際大会で一気に株を上げたと思いますと証言する。メジャーの評価が高いのは投手陣だけではないという、村上宗隆はメジャーでも長距離砲として活躍する資質を持っている。広角に長打を打てるのが大きなアドバンテージだと思う。あとは岡本和真が話題になっている。村上の陰に隠れた形だったが、NPB でも5年連続30本塁打をマークしている。五輪、WBC に出場経験がなかったので過小評価されているかなと。体が大きくてスイングが力強い。内野の守備もうまい。強い球とか強いスイングがキーワードだな。今までの大会と比べても日本のフィジカルが上がってるのは感じた。スモールベースボールに頼らなくても多少当たり合えるようにはなってるな。中日は早く高橋を解放しろ。高橋は中日じゃマジで宝の持ち腐れだから、さっさと持っていってほしい。戸郷、大勢は通用するやろ。変化球がぐにゃぐにゃ曲がるから。変化球の曲がりが大きくて直球は速いってのが最低限やな。低めに集めるとかのタイプは打ち込まれるし。大勢は左克服しないと無理やわ。大勢は NPB だとむしろ左の方がかなり抑えてる。メジャー球が変化しすぎて逆転して戸惑ったんやろな。今永、メジャー、来年31歳とかロートルやんけ。今永はお眼鏡にかなわんか？菊池雄星が通用してないのに今永が通用するんかなぁと、ただでさえスペなのに。伊藤ってあの大舞台でも普段と変わらないことができるメンタルはやばいけど、投げてる球はメジャー標準だと普通以下じゃない？球速も150出ればいい方だし投球に個性がないからすぐに対応されそう。なんか決め球欲しいよな。現時点では適応能力の高さで代表投手陣のトップクラスにいるって感じはある。藤波ですら開幕ローテいけるんやから、ボールが合えば全員活躍できるわ。メジャーって意外と投手不足なんやなと思ったわ。いくらアスレチックスとはいえ、日本より球団も多いし試合数多いし、過密日程で壊れやすいし投手は万年人手不足よ。岡本はなんだかんだ守備が無難でよかったわ。選べて歩けてここぞで一発あるのは嬉しい。願わくば巨人でそれをやってくれんか。正直村上より岡本の方がシンプルなフォームで対応力高い。東京ラウンドで岡本みたいに逆に打ててればもっと対応できてるはずだけど村上にはその気配すらなかった。村上はメジャー志向やけど岡本とか渡米するようなタイプじゃないやろ。岡本はメジャーに向いてる人間性なんかね。向いてると思う。岡本は言葉が通じない世界の方が活躍しそう。岡本も村上も内野だからな。短期決戦だからボロが出なかったけど、メジャーの速い打球に対応できる内野になれるほどの守備力があるか疑問。どっちもファーストレフト DH やろな。向こうのサード守備はバケモンやし。短期決戦だとピッチャーは大抵全力投球で、バッターもそこまで研究されないしな。数試合ならともかくシーズン通してパフォーマンスを維持できるかはわからんよな。